CO… BO3 ですから CO? CO? きつすぎちゃった CO3 です。CO2 は水か。あ、違う。アカデミーになっちゃうよ、それは。本当の学校になっちゃうって。アカデミーに行った方がいいかもしれない。大丈夫です。はい、行きます。CO2 なんなの、トウコちゃん。CO2 なんなの。やってやれ、やったれよ。CO2 は。行って行って。CO2 は何？検索中。怖い。待って、今ヤフーに打ってる？CO2 って。酸素です。さ。え？ちょっと。あ、CO2 酸素だったら。なんだよ。それだけの問題解決されない。それだけで。CO2。その一言で世界の大きい問題何個も解決するぞ。植物かな？すごいな。違う違う、空気じゃない。二酸化炭素。え？二酸化炭素ですか？二酸化炭素ですよ。何で検索したの？ Google？ Yahoo？ いや今あのウールがウールが教えてくれた。ウールが教えてくれたよ。でも CO2 以外俺本当に何もわからないな。いや俺も酸素わかるでしょ。わかんない。え？水は？水は？あれね。あれですよね、ショーカさん。水って何？あの H2O つって売ってるやつ。ああ、そう、それがもう H2O だ。わかるじゃないですか。あ、そうなんだな。H2O だし。ネーミングしてんのかと思ったわ。それ H2O じゃねえだろ。中学生で習うだ。全員が中学校の授業を受けてると思うなよ。それは義務教育。それは義務教育。それは受けろよ。それは義務教育ですか、社長。まあ義務は大人の話って言いますからね。お、お。そういうことなんだよ、君たち。雷神さんが、雷神さんが言ってるんですよ。常識ある人が言うならまあ、わかるんですけどね。雷神さんは常識ある、ありますもんね。常識っていうのは何を指すんですかこれ。いや、ありますよ。あります。人の気持ちを考えるとか、うん、そうそうそう。道徳的な話だよね。あ、俺さすがに小学校に行きましたよ。ライジンさん、俺と同じ側の人間じゃないですか。さすがに小学校は行った。中学校は行ってない。中学校は。じゃあ CO2 怪しいぜやん。さすがに小学校は行ったって。中学校行かなくても普通みたいな。じゃあちょっと聞きたいんですけど、イメージの話だと河川さんから見て自分ってどういうイメージだったんですか？いや、シャーさんですか？はい、なんかロル昔やってらっしゃったじゃないですか、配信とかよく、はい、ロルの有名な人なんだなと思って配信見に行ったら、味方がみんな今こそ負けてるから一致団結して頑張ろうみたいなこと言ってたら、あの俺たちは初めてサレンダーを通すことによって協力できるんだって言ってましたね。終わってるやん、マジ終わってるよ。初めて協力して4人票入れることによって初めて協力できるって。ひねくれてるわ。クソもれえなと思った。それでモンハンも M FF やるか。みんなで絶対やりますか。俺らで加減 IL やろ。加減 IL なんすか。加減 IL って加減アイテムレベルって言って、なんかパソコンさ、ゲームしたら推奨スペックとなんか動きますスペックみたいな書いてるじゃん。あの動きますスペック縛りみたいな、それぞれのボスに設定されてる最低限の装備まで自分の装備のレベル落とすことができるのよ。アイテムレベルってことか。そう、なるほどね。あれもめちゃめちゃきつくてめちゃめちゃおもろい。それでもできるんだったらそれいいな。いや、しかも FF14 のボスってなんかギミックみたいなの仕掛けてくるんですよ。なんかみんなで固まってダメージを当分して受けないといけないとか、そういうのが出てくるんですけど、加減でやると DPS チックに引っかかるんですよね。ああ、その途中でいきなり全滅みたいな、バーン、なんやこれみたいな。なんかある程度ダメージ出してないと途中でなんか足切りみたいな食らうみたいな。
モンハンのベヒーモスでもうちゃんとあれしてるわ俺コメントの石がねえコメントの石がねえやべえってちなみに F ジュンロールよりチクチクされますコメント、マジでマジかよ。いやでも多分それってはいシャルさんがロール上手いからロールよりチクチクされるだけでいや他の人も聞きましたけどあれやばいっすよ。やば、GCT 止まってるよって言われてなんか 0.2 秒ぐらい遅かったら遅だけで言われるスキルのループ間違えただけでスキルのクータイムなんか自分たちで解放なんかギミックを解くじゃないですか。うんうん、解いたらその解き方常に殴れなくないですかって言ってめちゃくちゃイチャモンつけられる常に最高効率求められる。そう常に最高効率はさないそれなんかおかしくないですかみたいな、うん、そう一番最高効率はじゃあ FF やんない方がいいよもうじゃあやんない一番効率いいんだよ人生で一番効率がいいだからやってないんですよみんな河川さんもやったことある。俺はその初見を8人集めて8人なんでその8人で一切攻略情報見ずにやるみたいな。なんか4部作ぐらいあるんですけど4部ぐらいあるんですけど2部の序盤にめちゃめちゃ難しいやつがいて達成感マックスになってやめたっすクリアした時にマジで気持ちよくなってみんなありがとうみたいな3日ぐらいかけてクリアしたんですよマジで燃え尽き症候群完全に燃え尽きてもうニュート起動できなくなった。俺ねその点の後ろがあるの最後までクリアしてる。あでもそこまでないや結構やってますね。グレーンやってないんだ。グレーンやってない。グレーン出る前にやめた。普通にエンドコンテンツがだるかった俺毎週やってなんか弱いかけらみたいな集めて装備のためにああまた週また1週間終わったからまたやらなあかんみたいなでなんかいるんすよ予習してきてないタコがそいつのせいでバリ失敗すんねんな終わった後にアチューメントが出るやつね。初めてクリアしましたってクリア済みパーティーなのにいやー出たお前なんでアチューメント出んだよ、ね、俺それ初見縛りでやってたんで一人だけアチューメント出なくてそいつ追放されましたねお前初見で集めてるのになんでお前アチューメント出ねえんだよって言って逆バージョンお前スマホだろいやしかもそれボスの手前の部屋に入るアチューメントだったんですよ。だからそれクリアしてボスの 手前でお前さキプレイだよなみたいなやり直したのそれ。いやなんか画面バグってただけでそいつアチーブメント出たスクショ貼って解決しましたすいません俺は本当にやってないんですえんざい危ねえ怖えそれ。そボス部屋の前で20分ぐらい裁判してたそれで